今回ご紹介するのは JR 西日本紀勢本線の御坊駅です。御坊駅は和歌山県御坊市の代表駅で、 JR 西日本の紀勢本線と紀州鉄道の紀州鉄道線が乗り入れる共同使用駅であり、 JR 西日本の管轄駅となっています。なお紀勢本線の当駅を含む区間には紀の国線の愛称が制定されています。また紀州鉄道線については当駅が起点となっています。御坊駅は1929年昭和4年に鉄道省紀勢廃線の駅として開業しました。1931年昭和6年に現在の紀州鉄道である御坊臨港鉄道が当駅から現在の紀伊御坊駅まで開業しました。現在の駅舎は1984年昭和59年に改築されたものです。当駅は紀伊田辺駅が管理する非管理駅で、紀伊田辺駅より地区駅長が配属されています。マルス端末設置駅で、緑の窓口、自動券売機、IC カード専用簡易改札機が設置されていますが、自動改札機は非設置であるほか、紀州鉄道の乗車券は自動券売機では発売していません。当駅は2面4線の地上駅になっており、単式と島式混合の2面3線を有する構造ですが、駅舎に接する単式ホームに切り欠きの霊盤乗り場があり、霊盤乗り場を紀州鉄道が、それ以外を JR が使用しています。当駅は御坊市街の北端に位置し、市街はこの駅から南側に広がっています。和佐方面に路線を伸ばすため、市街地から離れた中途半端な位置になってしまったと言われています。御坊の市街の中枢部には紀州鉄道線が走り、紀伊御坊駅や市役所前駅が置かれています。1番乗り場が下り本線、2番乗り場が中線、3番乗り場が上り本線となっています。
方面12時6分発、通和歌山行きです。12時6分発、普通電車和歌山行きです。和歌山まだ駅間区域に止まってまいります。発車まであと1分少々お待ちください。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。和歌山駅、まもなく発車いたします。ご視聴ありがとうございました。